はい、今回は、アゴン桐山杯の、予選 A の決勝を、見ていきたいと思います。はい、小山空也四段対大関さんですね。はい、大関さんは、予選 A の、ね、試合で今ね、NHK 杯の講座やってる平田さんに勝たれたんですよね。はい、それはさすがに驚きましたね。はい、で次の相手が小山さんということで、はい、1日2局という対局でしたね。はい、もうここまで来たらね、大関さん勝ってほしかったですけど。はい、そうですね、珍しく、はい、同じ格好で。そうですね、桂馬した手ではね、まあ開く手もあるんでしょうけどね。まあ押しが好点ということですね。押されるのを嫌ったんですね。でも珍しい手ですね、桂馬っていうのは。でも、はい、打つなら押しとかが多いので。はい、ここはね、ツケは、まあ、こう出てね、出て出るっていうのが、はい、ありますのでね。はい、ここってそうですね、押さえないで、こちらもあるんでしょうね。こういうのもあったと思うんですけど、まあ、これだと黒もカケツグ変化となるでしょうかね。まあ、これも一局だったと思うんですけど、実戦を受けましたね。で、キリですか。はい、飛翔は白がいいですからね。はい、これで戦おうっていうことですね。はい、まあ、打たないで、まあ、伸びぐらいだったら穏やかなんでしょうね。はい、でこのような感じで、まあ下がり決めますかね。はい、まあこのぐらい、打つのもね、あったと思うんですけどね。実戦は厳しく。まあさっきの図とね、こちら、迷うところでしょうかね。この図でも打ってみたいっていう感じもしますよね、こういう想定だと。はい、そうですね。ちなみにここの石は逃げられないんでしょうか。こういう手とかはつけられちゃいますかね。これも跳ねられてしまうと、こうやって逃げるしかないですね。ちょっと形が悪いので、ちょっとほぼ逃げられないんでしょうかね。黒はね、こう厳しく分断していきましたね。これを打ってからツケと。はい、まあほぼ、なるほど、下がりがね、まあ利き筋ということで、まあ打たないですけど、それを見越して先につけたんですね。これは予想以上に厳しかったでしょうかね。どうなんでしょうか。まあ白も生きたんでね、こちらに変化できて、はい、ただこの石が弱くなったと。これ結構ここ黒待ってますんでね、ここ出口がないので、こう伸び切られた感触は結構痛かったかもしれませんね。
ちょっと白はね、ちょっともがきに近くなってきましたんでね。行きましたけど、黒はここと出ることができて、十分ね、白の隅の、損はね、回収できたのかなと。三々も厳しくて、この辺りでは黒がはっきりリードしてるでしょうね。これ数値取られて。これは、そうですね、そろそろ投了という感じになったかもしれません。ということで、そうですね、ここで投了となりましたね。やっぱこう、こすまれてしまって、この石が想像以上に、やっぱりこうやって、厳しく迫られてしまいましたね。生きるのがやっととなってしまいました。そうですね、塩もね、これまだ収まってないので、ここには打ちたいですよね。で、これもまあ助けたいですよね。助けないとっていう感じですよね。ここがね、結構厳しかったですか。先にね、割り継ぎたいっていう感じもあるんですけどね。それで、まあこうとか、ここの傷を狙いながらみたいな。ただこれ危ないかもしれませんよね、ここ。際どいですけど。意外ときつくてね、こんな打ってられないかもしれません。こちら打つのはこうやって、これは手順が難しいですけどね。分かりやすくこれ決めちゃうんですかね。こうやって切られる意味とかありますよね。難しかったですが、ここからちょっと、そうですね、打ってたらこうなりそうですかね。ただここがピンとなりましてね、ここに打たれてしまっては、黒のペースになったようですね。非常に、白にとってはね、対応が難しい形でしたね。黒が見事だったと思います。じゃ、それではこの辺りで終わりにしたいと思います。それでは失礼します。